え、待って、これ町なんだよ、え、これ来る新マップ、え、待って、新作待って。はい、どうも皆さん、タシです。いやー、ついに来ましたね、スプラトゥーン3に。いや、マジで、今日来ると全然思ってなくて、今日の朝発表があったんですけど、公式 PV ね、まだ見てない方はね、概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てきてください。いや、本当にかっこいい。でね、もう新要素がね、本当に盛りだくさんすぎて、いや、本当にね、今から楽しみなんですよね。というわけで、今日は、公式 PV の内容とか、あと、Twitter でね、結構いろいろ情報が出てたんで、そういうことについてね、簡単にまとめていきたいと思います。はい、というわけで、今日の動画ね、こういう内容でお送りしたいと思います。まずね、世界観について。スプラ2では結構おしゃれでスタイリッシュな街、ハイカラシティが舞台だったんですけど、3ではこれが大きく変わって、もうね、大敗的な街、バンカラ、これなんて言うんだろう。バンカラ街、バンカラがいい、バンカラシティが舞台となりました。ちなみにバンカラっていうのは、まあ、ハイカラの対義語みたいな感じで、まあ、簡単に言うと、反おしゃれみたいな感じかなと思ってます。まあ、なんで、本当に真逆な世界観ですね。で、この画像に映ってる街っていうのは、おそらく現実の急流城塞っていう場所がモチーフだと思うんですけど、この場所って、スラム街らしいんですよね。なんで、これまでのおしゃれな街とは本当に真逆な世界観。本当にどうなるかわかんないんですけど、でもこういう雰囲気本当に、個人的にはもう大好きなんで、もう本当に楽しみですね。で、ちなみになんでこんな世界観になってるかっていうと、スプラ2のラストフェス、秩序対混沌っていうフェスがあったと思うんですけど、そこでね、混沌が勝ったんですよね。まあなんで、こういったカオスな世界になってしまったと。で、そうなると、この世界観に姫ちゃんや飯田がどう関わってくるのか。で、スプラ3でまた新たな新キャラが出るのか。そして、なんといってもこの最終決戦、スプラトカリプスっていう意味深なワード。もうね、こういうのを想像するだけでね、もうワクワクが止まらないんですよね。で、あと、なぜかね、スプラ2で敵だった小ジャケが、スプラ3では仲間になるらしいんですよ。ちょっとこれね、どういう関係なのかまだわからないんですけど、もしね、3で小ジャケに情が湧いちゃったら、2のサモランのバイトに行くのが、こう辛くなるんじゃないかなっていう、そこだけが、ちょっと心配ですね。はい、そして次はお待ちかねの新武器について。もうね、まずはなんといってもこの弓ですよね。もうめちゃくちゃかっこいい。で、今までのスプラトゥーンって結構家電だったり文房具モチーフの武器が多かったイメージなんですけど、3ではね、こういうもうあからさまに武器みたいな武器が増えるのかなって思ってて、個人的にはめちゃくちゃ楽しみですね。で、ちなみに2まで使えてた武器は3でもおそらく全部使えるみたいなので、そこは安心していいと思います。で、しかも、2からあった武器でも、3になるときにちょっと見た目がね、かっこよく変わるものもあるらしくて、そこも楽しみですね。はい、それから、スペシャル。これもね、結構衝撃的な内容が多かったんですけど、結構話題になってたのは、スパショが復活するかもしれないっていうことですね。あと、自分はね、スプラ1やったことがないんで、詳しくはわからないんですけど、かなり人気なスペシャルらしいので、3で使えるのが楽しみですね。で、他にもこういうなんかミサイルなのかよくわかんないアームズみたいなやつとか、あとこれですね。このカニ、これスペシャルらしいんですけど、何が起きるのか全然わかんなくて面白いですね。で、あとまあスペシャルに関して個人的に言うと、それはスーパー着地にね、ちょっとだけ救いがね、欲しいかなと思います。削除されたらマジで泣きます。はい、そして次が新システムについて、これもね、めちゃくちゃ変わってました。一つ目がまずイカスポーンってやつですね。なんと、リスポーン地点がね、どうやら自由に選べるようになるらしいんですよ。これめちゃくちゃかっこよくないですか？で、リスキルとかもね、おそらくしづらくなるんじゃないかなと思ってますし、戦略の幅がね、めちゃくちゃ広がると思うんで、これは本当に天才だなと思います。で、もう一つの新システムがこちら、イカロールとイカ登りですね。で、これ、地面や壁から回転しながら飛び出す動きって書いてあるんですけど、おそらくね、イカロールに関しては、スプラ2でいう完成キャンセルに似たものになるんじゃないかなと思ってます。スプラ2には完成キャンセルっていう上位勢だと必須のテクニックがあるんですけど、ちょっとね、なかなか初心者には操作が難しかったりしてね、難易度高かったんですよ。でも、これを公式がね、採用したことによって、結構ね、初心者でも高度な駆け引きだったり、アクションがね、しやすくなるんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、イカ登りに関しても、これは本当にね、これまでなかった動きだと思うんで、どういう感じになるか全然想像できないですね。でも動画で見る感じ、ピョンって飛び出して上からブラスターで撃つみたいなことができてるんで、これね、決まったらめちゃくちゃかっこいいと思います。で、それから、個人的に気になったキーワードが、これ、立体的な戦いって書いてあるんですよね。なので、スプラトゥーン3では、もしかしたら立体的な戦いっていうのが今後キーワードになってくるのかもしれないですね。はい、で、最後にね、いくつかその他のことについて紹介です。まず、発売時期。これはね、2022年
っていうことまでしかまだ分かっていません。まあ、個人的には、まあ、2022年の夏頃までに出してくれると嬉しいなとは思うんですけど、まあ、今ね、まあ、いろいろウイルスの影響とかもあるんで、まあ、こればっかりはもう分からないですね。気長に待ちましょう。で、それからもう一つ、ハードはスイッチで出るのかっていう声が結構あるんですけど、個人的にはスイッチで出ると思います。記事になってたんですけど、今のところね、新ハードの開発はまだされていないらしいんですよ。で、なので、スイッチを持ってる方はスイッチでできると思っていいと思います。ただ、スイッチの新バージョンはもしかしたら出るかもしれないって噂があるんですよ。まあ、イメージとしては Wii から Wii U が出たみたいな感じですね。なんで、もしかしたらスイッチの新バージョンが出る時に合わせて、スプラトゥーン3が出るっていう可能性とかも個人的にはあるんじゃないかなと思ってます。まあ、この辺はね、もし詳しい方がいたらコメント欄とかで教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルではね、こういうスプラトゥーンの動画とか結構上げていて、まあ、もし新情報があったりしたらまたね、こうやって動画にしようと思うんで、よかったらチャンネル登録してまた見に来てくれると嬉しいです。それじゃあね、スプラ3が出る2022年まで一緒にスプラトゥーン盛り上げていきましょう。それじゃあ、ありがとうございました。